ははいこんにちは田中美です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター英語翻訳などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段思ったことであるとか普段目にしたニュースなどから思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども今回のトピックはまあ衆院選のことをまだちょっと話したいなと思っていましてまあ 自民党と立憲民主党どちらも投票したくないって思ってる人はどこに投票すればいいのか問題みたいなことを話し合おうかなというか話し合おうというかお話しさせて頂ければなと思っていますあのー、今、まあ、政治不信が高まっていて自民党与党今自民党と今連立組んでる公明党なんですけれどもまあ その2つには絶対入れたくなないいいってうう人いると思うんですよなんか裏側の問題とかもあるし起きてましたし石破政権の方針に納得できないっていう人もいると思いますしあとはそうですねそもそも長く一つの党が政権に座り続けるのはどうなんだろうと思っている人もいると思うんであの、まあ、自民党には投票したくないなってな思っている人いると思うしただその対立する すると対立というかあのもう一つ、えー、大きな党になってくると野党の中で立憲民主党、旧民主党になってくると思うんですけれども、ただ民主党は、なんか民主党、立憲民主党も嫌だっていう人いると思うんですよ。なんでかっていうと、その、まあちょっと、えー、野田さんが代表になられましたけれども、まあ、そもそもその、 あの2009年から12年ぐらいまで政権を取られていた旧民主党なんですけれどもそこに対するそ,こその時にあの、まあ、何一つ公約を実現できてなかったじゃないかっていうような、えー、批判もあると思いますしあの震災が起きたりとかあの尖閣問題のことが起きたりとかいろんな不運は,は重なったと思うんですけれどもそれにしてもずさんだったなっていう、えー、記憶がある方もいらっしゃると思いますし。あの まあ、すごいデフレが進んで不況に陥ってしまったっていうような、えー、記憶が色濃いる人もいると思うんで,でそういった母体が今立憲民主党になってるからちょっとそこには投票したくないなっていう人も多いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、現実離れしたことを言ってるんじゃないかっていう危機感を抱いている人もいると思いますし、えー、となってくるとじゃあどこに投票すればいいんだろうっていうお話になってくると思うんですよ。 なのでちょっと今回そのまあいろいろ調べまして各党が何を言ってるのかえーでその中でどれがいいのかなっていうふうにちょっとえ思っているのかっていう部分をお話しさせていただきたいんですけど最初に私あの説明させていただくんですけれどもあまりちょっと政治に詳しくないっていうのと特にその支持政党があるわけではないのでえそうですねあの選挙には行くんですけどももうその時々であの決めている感じなので。 その前提のもとでお話を、えー、聞いていただきたいなと思ってるんですけれどもまあその多分僕のような人って中道って言われてると思うんですよね。<laughs> あのー、あいつ自民党を保守ってするんであれば自民党保守ではないんですけれども正確に言うとその保守と、あのー、保守だけでもリベラルな人たちも集まってるんでそもそも政党ってそういうものなんですよね。あのー、自民党の中でも保守 っぽい考え方の人もいるし、あの、リベラルっぽい考え方もいるし、考え方の人もいるし、それがまあ、利害関係であるとか。 人間関係であるとかで、えーまあ、一緒に結びついているっていうような形なんですよで立憲民主党もそれはそうで立憲民主党の中でも野田さんのような星寄りの方々もいれば、えー、本当にちょっと本当にリベラルっていう感じの方もいるんで、まあ、そういった人と集まりそれぞれ主義主張が違う人たちが折り合いをつけて、えー、一つの党にまとまっているっていうのがそもそも政党だというような。 イメージで捉えていただけるととても助かるんですけれどもなのでその小選挙区制じゃないですか衆議院選挙って衆議院も参議院もそうですけれども一人の候補者にまず入れるじゃないですか名前を書いて入れますよねそのでその時比例代表ということで党を選んで、えー、書くじゃないですか投票会場に行った時、えー、そういう時って あのー、まあそうですね小選挙区に関して誰か名前を書いて投票するっていう時は僕自身はどうしてるかっていうともう透明とかはもうほとんど気にしないでその候補者が何を言ってるのかどんなことを公約で打ち出しているのかっていうことに注目してるんですよいつも、あのー。もう本当にそれが例えば自民党の人だったら、まあ、ぼ僕が一番共感することを書いている人があ公約を言っている人が自民党の人だったらその人の名前も まあえー、書きますし立憲民主党だったらその人の名前も書きますで公明党だったらもう別にその人の名前も書くんであのー、全然それはあのー、小選挙区で誰か一人選ぶってなったらその投票会場に行った時に、まあ、ちょっと、あのー、内部くならあの演説とかを聞きに行った方がいいとは思うんですけれどもその時間が取れない人もいると思うんでそういう方は例えばその。 自分の候補者地区の候補者が誰かを調べてその人のネットでの発信を見たりであるとか、えー、あとはまあ最悪その会場に行ってその今マニフェストあの一覧が出てるんでそれを見て、えー、あこの人が一番いいっていう人に、あのーまあ、その人が例えば無所属だったとしても。 投票すするっていいいいいうのがいいんじゃないかと思います、まあ、それが先ほど言ったその、えー、政党ってあのいろんな考え方違う考え方の人たちの集まりっていうことなんですよね。なんでその自民党の候補者の中でもそのちょっとリベラルなことを言っている人がいてそこに共感するんだったらその人に投票してもいいかなと私は思っております。あと比例になってくんですけどもこっちの方が僕個人的には重要かなと思ってるんですよね。あな,な,なぜかというと透明を書いて投票しなければいけないのでその。 党に共感していないといけななととけ思うんですよ自分自身が。えー、まあ、必ずしもそうとは言えないとは思うんですけども。えっ、ー、と、まあ、原則的に党を、えー、自分が一番支持している党に、えー、一票を入れるってことになると思うんですけど、やっぱりその、そうなってくると党の政策を知っていかないといけないですよね。で、まあ僕みたいな中道みたいな人だったら、まあ例えば、まあ、国民、あ、国民民主党とか、 えー、日本維新の党とか、えーまあ、一つ候補として検討に入れてもいいんじゃないかなと思います。えー、両者の違いっていうのが、多分、あの国民民主党と立憲あ日,本民主党日本維新の会って何が違うのか分かんない人っていると思うんですけれども、まあ、国民民主党はまず消費税を、まあ、5%にしたいと、えー、ことを言っていてで、日本維新の会は消費税を8%にすると、えー、おっしゃってるんですね。 でまあ、原発に関しては両方とも、えー、同じ方針であの原子力発電を、えー、活用していきたいと、えー、そうですねその、えーえー、あの国民民主党さんも、えーえー、原子力発電の建て替えとか増設をしていきたいと、えー、言ってるんですねなので、まあ、その辺りは、えー、結構似てはいると。 っていう形なんで結構ぶっちゃけこの2つは、えー、好みといえば好みなんでまああのー、なんでその2つの党が似てるから以前その連携しようみたいな、えー、動きがあったと思うんですけども結局それは、えー、ちょっと、えー、話が流れてしまったっていうことなんですけどもやっぱりその。 日本維新の会がその消費税8%っていうのに共感できるんだったらそっちに投票すればいいと思いますし国民民主党があの消費税5%っていうのが共感できるんだったら国民民主党に投票するとかいうのが一番いいんじゃないかなと思っております。 あとはそうですね、どちらかって言ったら、その、日本維新の会は、あの、僕個人の印象なんですけれども、どちらかって言ったら、保守寄りだと思うんですよね、中道の中でも。えあとはまあ、日本維新の会の特徴として、同州性を、もういまだにその、同州性を取り入れたいって言ってるんですあの、大阪と構想ってあったじゃないですか。 結局その2回も住民投票やって否決、えー、されてしまったんでそれを諦めることになったと思うんですけれども、えー、日本維新の会の特徴として同州制ってことに同州制を、えー、導入しようとしてあの自治権を高める要するにアメリカみたいに一つの州によって、まあえー、法律が違いますみたいな、えー、状況にしていきたいというようなことを打ち出しているのが日本維新の会の特徴でもありますよねあのー、同州制することによってそのもう自治権が、えー、もう地方自治というのがもっと進むんで あのまあ、それこそ先ほど今申し上げたアメリカみたいにその、えー、州が違えば、えー、適用される法律が違うんであのこっちではタバコが二十歳以上だけど、えー、こ,の件ではタバこの州ではタバコが二十歳以上は OK だけどこの州では21歳にならないとだめとかあと裁判所の、えー、手続きとかも違う裁判所のどんな、えー、裁判長がいるかってもね結構そのリベロとか保守とかに全然変わってきたりとか。 あともうほと一つの国みたいになるってイメージですよね、えー、一つの州が一つの国になるみたいそれがその同州性ってイメージなんですけれどもそれを打ち出してるのが維新の会の特徴かなと思います。で国民民主党はあの、まあ、これ個人の勝手な印象なんですけれどもあまあ、えー、そこは、えー、あの党は結構その、あのー、閣僚とかが出身の方が多くって何ていうかそのええー まあちょっと言葉を選ばず言えば知識層の方々、富裕層の方々、富裕層とか知識の知的階級の方々、言葉を選ばず言えばえそういった方々のにあのちょっとえ共感を得やすい党となっているか支持されやすい党になっているんじゃないかなと思っています。 結構国民民主党さんって立ち位置が独特なんで、その支持者っていうのが、あの、今んところまだ限定されてると思うんですよ。ただ、その結構その、えー、学歴の高い方とか、えー、まあ、あのー、その、まあ、学識のある方とかっていうのは、その、あえー、いいこと言ってるなって思って、その、共感するっていうようなパターンが増えていますね。あの、マジョリティにアプローチするような、 え、感じじゃないんで、大衆にアプローチするような感じじゃないんで、国民民主党。今のところ私が考えているところ、えー、点では。で、ちょっとあのー、まあ、もともと民主党が母体だった、えー、党なんで、ちょっとリベラル寄りなのかなって、個人的には思っています。まあ、あの、アメリカの民主党に近いのかもしれないですよね。ただ、それよりはちょっと中道寄りかなと思うんですけれども、それがまあ、あのー、国民民主党って、えー、捉えていただければと。 思っていますなのでその中道っていうことであの、えー、どっちにどこに入れればわからないというか、えー、ノンポリティックスの方々はあのー、ただちょっと選挙に行きたいっていうような、えー、方々に対してはあの総、まあ、選挙区に関してはもう無所属でもどの党所属でもいいから自分が共感できる人自分が応援したいと思える人にまず、えー、投票するで比例に関してはまあ、まあ、維新の会であるとか えー、国民民主党とかその一つの選択肢になるんじゃないかなと、えー、私は、えー、思っています他にもその令和、えー、であるとかあの共産党であるとか、えー、社民党であるとか、えー、結構あるんですよ、ね、あとはまあ注目あの最近あの注目が集まってると賛参政党とかもありますよねあのー、まあ共産党とか令和は消費税廃止って、えー、おっしゃってるんでまあ社民党もそうですよね、えー、あとあの参、ー、政党に関してはその 消費税は減税するけれども、えー、経済成長を促していくっていうような、えー、形になってるんで、まあ、もう一つ、賛成党とかも、えー、全然、えー、選択肢の一つにはなるんじゃないかなと思っていますそのもしあの消費税を廃止したいえ、廃止してほしいというお考えの方は、令和であるとか、共産党であるとか、社民党であるとか、えー、それぞれあの、えー、行き先はある、投票先はあると思うんで、そこに投票するっていうのも手じゃないかなと思っています。 ちょっとまだ時間が取れれば、その残りの党とかについて解説したいなと思ってるんですけども、いかんせん時間が取れないかもしれないので、えー、このような形になってしまいましたけれども、えー、一つ、えーまあ、自民党、立憲民主党、どちらにも投票したくないという方に関する選択肢として、えー、こんな投票先があるっていうのを述べさせていただきました、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思った方は、高評価ならびにチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。 それでは。